転しました、ね、この公害監視センター東大阪のね公害監視センターね、この時も私が監視センターとはどういう意味ですか、ただこんばんは見ているだけですか、このように私が質問したら誰もそれに答えることができなかったんですね。ですからこの近畿地方整備局、明日枚方出張所へ出向いてね、課長という役職の人とね面談するんですね。ならば川の東電管理を担っているね近畿地方整備局ですね、ならばこの整備とはどういう意味かね、どういう意味でしょうかね。そして大阪府ですね、大阪府これね私に宛てに来ているんですね。ね、ああこんばんは。ね、この私宛てに来ているね近畿地方整備局ね、そして大阪府の方ですね、府は河川室河川環境課管理グループというところから来ているんですね、私にね。この整備局と河川環境局ね、東電行政というものは縦の線ですから上から次から次へと降りてくるもんですね、俗に言うピラミッド式ですね。ならばこの名前をね一番私がね尋ねたことがあったんですね。皆さんね役所に行かれたらさまざまな部局がありますね、環境課というところとその中にはね河川課ね公園課さまざまな分がありますね、環境課には。そして産業廃棄物対策課、そして環境課のゴミ処理課とゴミね担当課っていうのもあるんですね。そういう行政によって呼び方は違いますが行っている業務はほとんど47都道府県1700市町村において同じことをやっているんですね。しかしそれが現在のね私たちの社会において生活においてね国がお上がやっていることだからというね、この日本人日本民族精神なんですね。太古の昔からね役人がやられることなのでというね観念がどこかに日本人にはあるんですね。だからお上に物言ってもね農民や市民はね届かないと思っておられるんですね。そうではないんですね。ね、今の世の中選挙というものがありますね。この選挙を注目した時にね、選挙に行くまでにはね、その行動を起こすまでにはね、自分たちが行政下で行われる姿勢ですね、市の政治、ね、行政、そしてこの行われることにね不満があったりね疑問があったりしたときにね、市民は政治というものに興味を持つようになるんですね。まずね自分たちが不平不満をね持っていなければ政治というものにも興味も湧かないしね、また選挙に行こうとも思わないんですね。しかしその反面誰がなっても一緒や、ね、誰がなっても世の中政治変わるはずはない、このような諦めの心境はどこから来ているかというと最初に言いましたね、日本民族の精神はお上に任せておけばね、あの戦国時代の時から民族精神というものはね、殿様に任しておけば、あの殿様に任しておけば、あの役人に任しておけばというね、その気持ちがずっと太古の昔からね、心のどこかにあるわけなんですね。ですから日本人はね、この不満がね、起こった時に、昔は一揆ですね、百姓一揆というのが全国でね、さまざまな村で起こっていった。
ね、一番有名なのが、ね、この大阪では大塩平八郎、ね、当時の大阪与力ですね。与力とは役人ですね。この役人が、ね、自分の村人と一緒になって今の不条理に、ね、立ち向かっていった、ね、そして一揆を起こした、ね、このようなことがありましたね。これはその村人が不満を持って今の行政これをねに一夜報いていこう、ね、そしてあの東北ではね、義人が書けるという映画ができましたね。要するに自分のね藩を押さえている殿様にいくら直訴してもね取り合ってもらえないね、ならば江戸の代官にね、江戸城へ行っている本当の自分の領土の殿様に直訴していこう、ね、昔は直訴したらつまり直接、ね、殿様に訴えることをしたらこれは極刑で死刑だったんですね。それでも村人は、ね、自分たちの村を救うために家族、ね、そして村を救うためには自分たちの命を懸けてお上にね直訴これを届けようとした、ね、何人もそして命を絶った村人たちがいるんですね。そこの村で一番の行動力のある、ね、そういう人たちが、ね、自分たちの村を守ろうとそして家族、ね、守ろうとしてそのして自分の命を懸けて抗議していったそういう歴史があるんですね。しかし今の日本人はどうですか、ね、戦後若い人たち私より3つ4つぐらいの年上の人ですね。つまりその私が青春時代よりも2つ3つの上の人たち、ね、そして頭のいい、ね、若人がどれほどの、ね、抗議活動を行ったか、あの安保条約の反対ですね。岸信介総理大臣、今のね総理大臣のねおじいさんですね。そうでしょう。ねここに来てまたねだん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 新聞でもそうですね、テレビでもね今日もありましたね。国策だと言って叫んで懲役5年の判決をもらったあの籠池ね不思議ですね。この学校というのをね私はね子供たちをね何回も見ているんですね。今年もね今年4月の何日ですかね4日ですかね4月の4日、確かに4月の4日ですね。第1土曜日大阪住之江区の五穀神社の境内でね同期の桜を歌う会これを開催するんですね。もしね大阪の人で、いや遠くからもお見えになりますよ。ね、同期の桜を歌う会、大阪の五穀神社の境内で、ね、1時から4時まで、軍歌ばっかりのカラオケ大会を主催するんですね。ですからね、もしよかったらね、一度覗いてみてください。ね、この、私たちの、ね、今の自由と平和な国を、ね、私たちに、ね、与えていただいた、ね、英霊の人たち、ね、19、20歳、26歳までの、ね、若き青年たちが神風特別攻撃隊としてね、一斉に664人ですよ。正確にはあとね、何人か違うかもわかりませんが、ね、一日でですよ、
660数人が一斉に私たちの日本国からね、神風特別攻撃隊としてね、飛び立ったのが4月の6日なんですね。そしてあの今は亡き鶴田浩二がよく歌っておりますね、同期の桜ね、あのセリフ入っている同期の桜のね、一度や二度、二度皆さんねお気になったことがあると思われるんですね。そしてこれは東京の靖国神社界隈でもね、同期の桜を歌う会必ず4月に行われるんですね。この4月の第1土曜日をね、大阪の護国神社ではね、同期の桜を歌う会を開催する日と定めているんですね。そして先のね、宮司柳原宮司が3年前にね亡くなられて、それを引き継いで私と西谷君がね、この4月の第1土曜日にこの同期の桜を歌う会をね開催しているわけなんですね。結構楽しいですよね、一度ね見に来てください。どのようなところかと言いますと、4月の第1土曜日このね周辺が境内の桜が満開になっているんですね。散る花びらは一花びらもありません。本当にね、満開の時にね、この同期の桜を歌う会を開催することにね、本当にね誇りを持っているんですね。そして楽しくね、みんなでね、お酒飲みながらね、そしていろんなもの、お酒の差し入れをね、みんなで分け合いで飲みながらね、ジュースを飲みながら、お茶を飲みながら、そして楽しむわけですね。遠いところがね、本当にねお見えになっているね、本当に若い女性でね、 JR に勤めておられる人までね、遠いところ鳥取とかね、島根県とかそういうところからね来て、楽しくね一日カラオケを楽しんでね、境内ですからね、ボリュームいっぱいですよね。そういうね楽しいことをやってね、そしてあの御霊にね捧げる、私たちの本当のね哀悼の意をね捧げる日に一日になっているんですね。そしてそのような今のね、与えられた私との自由と平和の国においてね、政治っていうものからね、国民がね目が離れているね、そして常にね、あの政治家に対する、政党に対するね、人気投票ですね、調査が行われますね。昨日一昨日も行われて発表されていますね。支持率が何パーセントだ、何パーセントだね、そして無党派層がね、そのうちの 40% ぐらいが無党派層ね、誰がなっても一緒だね、選挙にねそっぽを向けているね。ところがそのそっぽを向いて選挙に行かない人たちがね、10人のうち6人が、6人以上が現在の選挙に行っていないんですね。それでも通った政治家はね、国民に選任されたと大手を振って胸を張ってね、通っていって、当然国民市民のためには何にも仕事をしてくれませんね。政治家になったものはね、うちの家内も話していましたがね、痩せ細ったものが政治家になって1年も経ったらブクブク太っとる、そんなやつばっかりだとね、言われてみたらそうだなという話になっていたんですけどね、市会議員しかりそうであるね、自分が議員になるまではね、汗水流してたね、仕事をしてたか知りませんが、そんなに太った人でもなかった。ところが議員になって1年2年経って久しぶりに見たらね、なんとてっぷりと太っていたね。そういうね、今の政治家というのはね、そのようなところにしかね、私利私欲、孤利孤略にしか自分たちの政治家としてのね、責務がどこにあるかも分かっていない。あの小泉進次郎そうですね。そしてあの小泉進次郎だけではありませんね。今の政治家はね、
政治家とは何をするところか。この前皮肉に新聞に書いてありましたね。選挙に立候補する者の試験を受けさせたらどうだと。政治学をね、テストしてからそれに合格した者だけをね、選挙に立候補するようなシステムを作ったらどうかなということがね、載っていましたね。なるほどな。ね、今はね、ただ風に吹かれて、風に乗って、その党に所属したら、公認もらったら、ほとんどが通っていく姿が、ね、大阪では、この2、3年前、ね、あの橋下徹氏、私はライブでいつも言ってますね。橋下徹氏は、次の東京都知事選挙に、99% 私は手を挙げてくると見ているんですね。その時に、東国原知事も、ね、党の代表として、さあ、今、ね、国民民主党と、ね、この立憲民主党、合体するとか合併するとか言ってるけども、なかなかね、その思想、信条の違うものが一つになっても、また空中向かいするだけだ。ここに橋本氏が手を挙げて、ね、新しい政党を作った時に、もう目に見えていますね。流れを起こして橋本党に入っていく。ね、これが現在最近のね、政治家の自分たちの思想信条はないんですよ。ね、ここが見え見えになってきてるんですね。そうした中においてね、私のようにね、自分ができる範囲で政治を見たときに、自分の周りね、政治に行政に注目したときにね、自分の周りそこから着目したらね、だん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 大きく見えるものが広がってくるんですね。今回の調査もそうですね。国土交通省近畿整備局はゴルフ場を貸している、借りている、ね、業者はなぜ大阪府に、ね、その使用料を払っているのか。このからくりですね。これも聞きたいんですね。当然、ね、国が貸し与え、直接契約しているんですから、国の出先機関で、ね、出先があるではないですか。例えば国土交通省近畿整備局の本部はね、大阪の大手前の第一合同庁舎にあるんですよ。その出先機関、河川課の、そこにあるのはね、河川部といってね、そして次に河川課というのは、枚方の近畿国土交通省の出張所としてね、立派なビルにね、皆職員が勤務してるわけなんですね。その裏はゴルフ場なんですよ。毎日見ているがためにね、この危機感がね、どこにもないと思われるんですね。ですから、川の整備って何ですか？環境整備って何ですか？役所の環境保全かっては何ですか？保全とは皆さん、どういうことでしょうかね？保全とは、形あるものをそのまま、ね、守って、ね、支えて、きちっと管理していく。これが保全なんですね。よく、安全第一というね、工事現場に、ね、あのテント、ね、防犯テント、防災テントに書いてありますね。十字の緑十字の幕があって、安全第一と。ね、この安全というはね、安全という言葉は完璧という意味とイコールなんですね。この完璧にすることが第一である、安全第一なんですね。ということは、怪我をしない、させない、ね、事故を起こす起こさない、これを守っていく、ね、この河川課の整備局、ね、整備しているように思われますか？今のこの淀川や木津川や桂川が、ね、どこかが崩れる、どこが崩れますか？堤防が、この何十年間で堤防が崩れたということを耳にされたり目にされたことがありますか？ならば現在のこの近畿整備局というね、国土交通省近畿整備局っていうのは何を整備しているのか、大きな疑問ですね。なぜならばね、
放置されているわけなんですよ。河川の整備が放置されて、ね、市民の遊ぶ娯楽に使うところに変わっていってるわけなんですね。ならばその変わった娯楽にするところを整備する川ですかね。そう思いませんか。私はね、ここにね、何回も言いますように、政治家や政治に関わる役所に関わる職員のね、国民の命と財産と守り、安全で安心した暮らしのできる街づくり、これすべて嘘の公約だと思うんですね。ですからこれを正すためにね、私一人で変わるもんではありません。しかしね、穴を開けることはできると私は確信しているんですね。なぜならば、私とね対応したね、私と面談した職員、誰一人としてそれは無謀ですよ、それはできない話ですよ、誰一人として言う職員がいないんですね。なぜならば、自分たちがね、その職責によってこの川の河川敷の土砂や土や砂が、砂利がどのようにして蓄積してきたのか、それをどのようになぜ放置してきたのか、ね、これ大きなものがここに沈められているんですね。これを私がね、爪楊枝で今ね、掘っているような状況なんですよ。しかしよく言いますね、どのような堤防でも蟻の越きず、いやね、岩をも通すって言いますね。そうでしょ。ならば私が爪楊枝一本であの淀川、木津川、ね、桂川のね、そのところに穴を開けてみようかな。ここのスタートなんですね。だからこのね、連中の国土交通省や大阪府の担当課、河川課の担当職員はこの爪楊枝の尖った先の体に当てられたらね、防ぎようがないことを知っているんですね。なぜならば放置していたものにね、あ、それはダメですと、これを隠さなければならない、よくありますね、文書改ざんね。しかしこの河川敷の放置は文書改ざんなどできるはずがないんですね。なぜならば元凶があるからなんですね。そして歴史がある、歴史を見たらね、堤防ができた時には河川の川底はどこにあったんだと、右の堤防と向こう岸の堤防の川底は何メートル下にあったんだ、それが原型でしょ。これが環境保全ですね。長年ね、昭和31年らしいんですね、砂利採取法というのが施行されて、砂利や砂を河川から取ったらダメだ、取らせないようにした。そして現在あのように放置されているね。連日私はね、少しずつ少しずつこの爪楊枝でね、だん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 ね、大きな岩にね、刺してその爪楊枝が折れるかも分かりません。しかし折れずに通す方法をね、今考えているんですよ。このようにね、地道に少しずつ1ミリ、5ミリ、1センチとね、やっていく。今日ね、その5ミリ、1ミリ、1センチのね、測量が行われたんですよ。ね、先月の30日にね、この境界線の杭ですね、これを抜いた業者がいてた。ね、これ犯罪なんですね。この犯罪しないためにね、その担当者ね、皆近隣にお詫びに回ってね、そして30日にね、持ち主
近隣の持ち主とその工事を行った杭を抜いた業者、ね、立ち会いのもとで、ね、狩りの、ね、杭を打って、そして今日ね、本杭を入れるね、2時から行われたんですね。本当にね、このようなね、1ミリ測量してね、1ミリも狂わないね、あの境界線の杭なんですね。この入れるのに2時間ほど立ち会いしてまいりました。ね、このようにしてね、知らないこと、ね、どのようにしてその杭がね、きちっと1ミリもね、違わないほど、そうですね、昔から境界線でね、隣とのトラブルで殺し合いになることはね、本当に全国で発生してた。これが大きくしたら国のね、国土保全になるんですね。しかし、考えてみてください。自分たちの中の市の県の川のね、国土の内部のね、それを管理できないものね、行政であれば、国の国土をね、国土保全と守ることができると思いますか？ここなんですね。基本的の基本が欠落しているんですよ。今の私たちの日本国には。ね。だから政治の世界でも茶番劇、ね。吉本の政治論みたいな茶番劇を見て、国民はアホなこと言ってるな、アホなことしているな、アホな返答しているな、アホなおっさんが答弁しているな、このようにしか思っていないんですね。さあ国民の皆さん、ね、今ちょっとでもいいから、ね、あの新聞、テレビ、そして政治のことを書いてあるところのあの大きな見出しだけでもいいですよ。ね、トルコと、ね、シリアが今ね、どのような状況になっているか、ね、戦争へ進んでいっている、ね、難民が何十万人の難民が発生して、ね、トルコ領へ行ったり避難民が出て行っている、このようなことをちょっとね、自分の目で見ることによってね、自分の国がいかにね、自由で平和な国かっていうのを実感することができるんですね。これが自分に、また家族に、そして地域にね、どのような自分の町では行政が行われているかな、ね、そのようなことを感じてください。そうした時にね、選挙で政治家を変えることができます。役所を変えることができます。そして悪政不正を追放することができるのが、みんなが持っているね、18歳から持っている選挙権なんですね。この選挙権こそ政治家は恐れる、国民の力はないんですね。さあ今晩もね、ぼやきにぼやいてまいりました。明日国土交通省近畿整備局枚方出張所の課長と面談してまいります。その報告をまた明日夜させていただきましょう。今晩はご清聴本当にありがとうございました。おやすみなさい。